内容としてはまあ、古くなるようなもんでもないんですけど、それからいろんな本も出してきましたんで、まあ、かなりこう内容的に自分としてもうちょっと付け加えたいなということもできてきたのがまず一つあります。いろんなこうコツをというかテクニックをお伝えするのもすごく大事だと思ってるんですけど、だ何のためにっていうと、もう全て高速大量回転をするためにあるので、そういうところもあって、やっぱり高速大量回転法っていうのはやっぱりちゃんと伝えたいなっていうこともあって、今日こういう場を設けさせてもらいました。まあ、パラダイムシフトっていうか、まあ、なんかテクニックというよりもやっぱ今までの読み方とか考え方とやっぱこうガラッと変えるというか、そういうパラダイムを変えるんだっていうところがストンと落ちてもらうと結構皆さん使えるようになるんじゃないかなと思うんですね。これ本能に逆らうことなんですよ、高速大量回転法っていうのは。かなりだから通常の読み方っていうか、皆さんが慣れ親しんだものというか、自然とやってたら、こんな風に、ね、高速っていうのは結構変わってきてるっていうことなんです。で、まあ、まだまだ変わるので、これからもっとまたさらに説明していくんですけどね、受かる技術とかね、まあ、書いたわけです。1分スピード記憶勉強とか、まあ、続編みたいなものですね。でそのきっかけは何かっていうとね、次のページ11ページに書いたんですけどね、天気はトレードでの失敗体験みたいです。それぐらいのざっくりざっくりだんだん細かく入るみたいな感じでこうなったんですね。だからそこはかなり速読勉強術の時の CFP の時受けたのとやっぱ感覚が違ったんですね。だから分かるところを繰り返してだんだんと反応スピードを上げることで分からないところが分かるようになると。分かりますか、ね、だからこの辺は結構受かる技術は速読勉強術では言ってなかったようなことなんですけど、これは結構私は大きいなと思います。そういうふうにしてこの1分スピード記憶勉強法も高速大量回転法という言葉は使ってないんですけど、高速大量回転法的に言うとこういうところをこうちょっと新たに加えて話をしてるっていうことです。で、まあ、ここまで話してきてですね、ちょっと皆さんも気づかれたかも分かんないんですけど、要するに高速大量回転法ってまあいろんな、まあ、記憶法でもあるし、まあ、勉強法ということであれば、まあ、理解をする方法でもあるし、まあ、当然速読法として読書法でもあるわけですね。なんかわかります？読書、理解、記憶、同時に行う、ここがかなり変わった方法だと思うし、それでは短期間にやる秘訣だと思うんですよね。